音楽プロデューサー、つんく♂と、モーニング娘。の元メンバーでタレントの安田圭、矢口真里が、カンテレ、フジテレビ系トークバラエティ、さんまのまんま秋 SP に出演する、ハワイ在住のつんくが10年ぶりに登場、喉頭がんで声帯を摘出しているため、パソコンやジェスチャーを使ってさんまとコミュニケーションした、日本のラジオも聞いているというつんくから、面白かった、と直接連絡をもらったというエピソードも披露、歌えない歯がゆさもあるやろ、と、時折つんくを心配するさんまだが、つんくからは、喋らなくても意外と人生なんとかなる、という言葉が、さんまは、ええこと言うな、と感心しつつ、さんまならで、和の、笑い、でつんくを大いに笑わせる、さんまが、つんくに、これまで携わって、よっしゃ、と思った曲はどの曲なんや、と質問すると、つんくが、思い入れのある曲、を発表、自作した約2000曲の中から手応えのある曲は、10曲、と明かした、明石家さんまから、ベスト3を教えてくれ、つんくの手応えあった曲、と言われ、喉頭がんの治療で声帯を全摘出したためパソコンに曲名を打ち込んだ、さんまが覗き込んだ画面には、ラブマシーン、ずるい女、ちょこっとラブ、ミニモニ、じゃんけんぴょん、とあった、さんまは、ミニモニ、じゃんけんぴょん、に対して、バラエティ的な感覚でよっしゃやろ、とつんくに話しかけたら、つんくはうなずきながら、チップインバーディーみたいなもの、とパソコンに打ち込んだ、それを見たさんまから、でも狙ったんやろ、と聞かれ、再びうなずいた、トークが盛り上がる二人を前に、すごく貴重なお話ばかりで、と、遠慮してなかなか入れずにいたモーニング娘。OG の安田と矢口が合流、かつての、スキャンダル、や音楽プロデューサーとしての、意識、についてトークを展開した。また、矢口が、さんまさんは、モーニング娘。で誰が一番好きなんですか、といった質問も、すると、さんまは当時のモーニング娘。のメンバーで、仲が良かったというある人物との関係を語り、あるショックなことが発覚してしまう。